無料手相講座第2回目前編です。感情線とはからいきたいと思います。はい、感情線とはですね、資料のある方は感情線とはのページを、開いてください。一番上に位置する線、感情線はその人が持つ感情表現を表します。基本3本の一つで、その人の性格を読むときに感情線を見ます。はい、性格がわかる。まず性格ですよね。その人の性格を読むことができる。はい、次に感情、そのままですけど感情です。はい、クールなのかね、情緒的なのかっていうところです。はい、これが分かります。で、まず基本3本の1本だということですね。この感情線の状態、長さで仕事の適性や恋愛における状態を見ます。で、感情の浮き沈みのある方はサービス業が向いていまして、感情が平坦でクールな方は教師などに向くと。この理由としては、サービス業というのは、自分が感情の喜怒哀楽が激しい方ではないと、相手の感情を読み取ることができないんですね。なのでサービス業というのは、あら、なんか寒いわねとか、あら、ここちょっと私嫌だわってお客さんが思ってることを瞬時に感じないといけない。なので感受性が豊かな方ではないとできないので、サービス業がいいということです。ただ感情線が平坦というのは、ただの一本線ということです。ただの一本線でクールな方っていうのが一番、教師に向いていると。で、教師はなぜ平坦が一番いいのか、ね、よく感情的になって怒ってる方いらっしゃいますよね。コーチとか監督とか教師の方とか、まずね、怖いなと思っちゃうんですよ。お子さんがね、教わってる方が、あ、この人怖い人だなっていう印象が先に来て、知識が入ってこないんですね。あ、常に怒ってるな、この人何言ってるか分かんないなっていう感じになっちゃうので、教師は感情いりませんね。金八先生も教える時はそんなに感情込めてないですよね。はい、なのでまずクールな方は教師向きということですね。まあ、それを踏まえて読んでいきましょう。では感情線の向き、一番が上向き。上向きっていうのはどういうこっちゃ、上向きっていうのはどういうこっちゃ、この矛先のことを言ってるんですね。ここがね、こんな斜めになってても下がってる人がいるんですね。で、私ちょっと見にくいんですけど、ここまでが本線なんですね。ちょっと濃い線で、これがちょっと上に向いてるので、どっちかというと上向きなんですが、ちょっとまだ伸びてる最中で、下向きになってる線も出てます。これは3本線がこう分かれている線なので、後でちょっとまた説明するんですが、基本はこの太い線の向きを見てください。はい、ここですよ。ここで終わってるんで、わかります？はい、これは上向きです。これ右手です。右手と左手をちゃんと見てくださいね。こっち若干下向いてるの分かりますか？ほら、ほら、下向いてますよね、ここね。わかります？右手は下向きなんです。で、左手上向きなんです。はい、あ、右手は外面、左手が内面でしたよね。ということで、私は外では下向きになっちゃって、うちの中では上向きになるんです。感情も違うんですね。なので私、外に出るとね、低姿勢になるんですよね。はい、あとくじけやすくなる。でも家の中とか室内とかプライベートになると、すごく変ってなるんですね。まあ、今も変ってなってる状態です。はい、で、上向きというのはポジティブですね。そして、前向きに捉えることができます。なのでね、上向きの方にね、ちょっと悪いこと言ったとしてもすぐ忘れちゃいますので大丈夫なんですが、
感情線が下向いてる人にあなた死ぬよとか言っちゃうともうダメですよね。はーってなっちゃうね、怖いよってなっちゃうので、気をつけください。性格が出るんでね。はい。で、ここの資料には書いてないんですが、まあ、一応文章では書いてあるんですけれども、1と2の真ん中の平坦、上向きがこうだったら平坦がこんな感じですよね。これです。この人、まっすぐの人です。平行の人。この方はとてもクール、冷静、感情の起伏が見えない、なので、まあ、ポーカーフェイスな人なんですけれども、周りからちょっと理解されにくい方で、無口な方とか、あの方はちょっとクールだよねとか、そういう風に見られてしまいます。なので、まあ、一番いいのはこういう平行の方が、まあ、教師に向いてるかなって思います。でも最近ではやっぱり変な、私みたいな変な方の方が入りやすい方もいらっしゃると思うんですけれども、変な人には変な生徒さんがつくもんです。はい、残念。はい、次、下向きいきますよ。はい、下向きの線、こういう風になってるか、上がっててもこう下がってるかですね。矛先のここを見てください。で、薄い線は読まないで、ちょっと濃いところまでしか見なくて結構です。はい、下向きの線はネガティブですね。ネガティブな方です。何でもね、私なんてとか、すごく心配性だったりとか、すべて言われたことに対してマイナスに捉えてしまう方です。あ、すごい今日可愛いねって言うと、じゃあいつも可愛くないんじゃないかとか、そういう風に捉えてしまう方です。で、手相を見ていて下向きの感情線の方には悪いことを言ってしまうと傷つく場合がありますので、ご注意と書いてあります。あとはなかなか手相の結果を信じてくれない方も必ずこの下向きの方です。なので、そういう方には何を知りたいですかって逆に聞いてください。もう自分のね、言ってほしくないことばっかり、身構えてる方なので、全て自分が欲しくない情報は否定する方なんですね。なのでちょっと要注意です。全部当たってないって言われる可能性が高いので、それは自分のことを理解していないのと、あとは認知したくないっていう、そのネガティブな考えですね。目を閉じるっていうことです。見たくない、ね、聞きたくない、そういう方はね、手相に あまり向いてないですよね。占い自体に向いてないです。じゃあなんでそこに座ってんだって思うんですが、まあ、そこは抑えていただいて、ちゃんとお金取ってくださいね。はい、はい、次いきます。次は、長さですね。感情線の長さいきますね。で、これはですね、この人の登場ですね。これマグネットでつくんですよ。すごくないですか。百均万歳。これ左手ですよ。右手も左手もちゃんと見てくださいね。はい、この点線です。人差し指ね、人差し指とね、中指、人差し指と中指のまっすぐの線が標準線ですので、これ以上いく感情線は長いね、これ以下の感情線は短いということになります。ちょうどの人もいますからね。じゃあいきますよ。長い、ちょうど、短いね、こういう風になってます。で、感情線の長さは何を表しているかというと、覚えやすく言うと気の長さだと思ってください。例えば行列のついたラーメン屋にね、
行こうと思うかどうかですよね。この長い人は行きますよ。ずっと待ち続けます。食べたいよねとか話をしながらずっと待ちます、ね、ちょうどの人はある程度、まあ、2時間ぐらいだったらいいけどねとか1時間ぐらいだったらいいよっていうぐらいの人です。短い方、まあ、鼻から行きませんよね。家族を立たせといて後で行くとか、もうもともとそんなバカバカしい、そんな美味しくないよとか、そういう方です。まあ、そういうふうに覚えるとすごく分かりやすいと思います。はい、1番長い人、感情線の長い人。感情線の長い方は愛情豊かで滅多に怒らないで、愛情豊かなんですね。で、恋愛関係に陥った時と恋愛が長く続きます。長く続く傾向が見られます。はい、なのでね、感情線の長い人同士がお付き合いをすると長期的なお付き合いになります。短い方と長い人は合わないので注意が必要です。2番、感情線の長さがちょうどの方。はい、程よい愛情の持ち主である。あまり普通ですって言わないでくださいね。その方はずっと一生普通ですって言われちゃうので、かわいそうですね。なので、ちょうどよい、程よいというような言葉をよく使ってあげてください。程よい愛情の持ち主かもない不可もないみたいな感じで言ってあげてください。で、あんまりイライラしないね、あんまりイライラしない人です。で、ちょうどの人は大型と同じで誰にでも合わせられる感情の気の長さの持ち主なので、短い人とも長い人とも合う。そしてちょうどの人同士の方がやっぱり合いますね、恋愛関係ね。恋愛も程よく続きますね。はい、じゃあ次いきますよ。あ、短い方ですね。短いからといって悪いわけじゃないですよ。感情線の短い人は人から冷たい印象に思われる人です。淡白な感情の方。はい、まあ、さっぱりしていて、あんまりこうずっと怨念とかをね持たない。もう1時間後ぐらいにはもう忘れちゃってるとかね、そういう方です。で、人からクールな印象を与えられてしまうので、自分がそうじゃないのになと思ってる人も中にはいらっしゃると思います。あと、淡白なので愛情表現もさっぱりしていますね。これさえ与えとけばいいだろうとかって思う方も中にはいらっしゃるので、感情線の長い人とやっぱ短い人はやってほしい度合いもね同じなので、なんかこう誕生日の日にご飯食べに行って終わりっていうことに対して不満を、長い人の方が不満をずっと蓄積することになってしまうので、やっぱり合わなくなってきますね。お付き合いすることはできると思うんですけれども、短い人はもうその時点で愛情冷めてますからね。で、あと淡白な方なので、そのお友達にはいいと思います。はい、で、この方も短い人も短い人同士の方がすごく気が合います。あとは、ちょうど良い長さの方とも相性が合います。やっぱり長い方とはね、初めは合うんですが、徐々にこの短い人の愛情表現のさっぱり感に残念に思えてやめますね。続かなくなります。期間的には感情線の長い人は3年以上は続くと思ってください。ちょうど良い方同士のお付き合いですと1年以上で、短い人だと短期なので、もう本当に1日とかでもいいですし、1週間でもいいですし、1ヶ月とか本当に短い単位でその方の愛情が冷めるのが、終わりなんですね。冷めたら終わりです。はい、悪い人に聞こえますがね、こういう人もいないと怨念ばっかりがね飛び交っちゃって、生き量ばっか飛びますよね。こういう人も大事です、さっぱり感で。本人がそれを必ずね分かってる人が多いので、あんまり害はないと思います。この人重いなと感じちゃうんです。もう短い人から
感情線の長い人はこいつ重いなって思われちゃうんですね。でもしそういう彼をゲットしたいのであれば、続かなくてもいいやと思ってゲットしたい場合は、さっぱりした印象を相手に与えてあげてください。まあ、自分の感情線は長くてじっとりしてるんですが、もう軽いノリ、もうナンパされたとか、そういう言葉を言うと、あ、こいつさっぱりしてていいなと思われると思うので、その人に合わせてあげると恋愛関係が、うまくいく可能性があります。ただやっぱり感情線の長い方は長い方なので、それは人間は変わらないので、無理が長い方に来てしまいます。なので続かなくなるという原理になってます。残念。はい、なのでね、今日、一応ここまでにしようと思ってるんですが、これ前編なので、後編は線の状態、形、感情線の流年を次の講座で続編としてやりたいと思っております。ぜひご覧ください。では今日はこれまでにします。ありがとうございました。